おはようございます。現在時刻7時24分9秒になったところでございます。本日はですね、こちら京都から京巡りの切符を使って奈良にある法隆寺桶蓋を巡っていきたいと思います。それでは最後までよろしくお願いいたします。京巡りってなんだよって話なんですけども、この1日フリー切符のことを言っていて、今回こちらですね、京巡り1、2200円の方の切符を使います。具体的に言うと、この2600円のやつより区間が制限されていて、今回行く奈良だとこの近鉄線フリー区間が若干狭くて筒井駅までしか行けませんという感じですね。この2600円の方のやつだと結構広いんですけど。というわけで近鉄京都駅にたどり着きました。ここからですね、法隆寺駅に一番近い近鉄線の筒井駅まで行こうと思います。乗る列車なんですけども、8時4分橿原神宮前乗りたいと思います。さあ来ましたね。この列車が折り返し橿原神宮前になるはず。大和西大寺駅到着しました。次は普通列車に乗り換えで、こちらの列車ですね。準備着きました。それじゃあね、ここから法隆寺駅に向かっていこうと思います。そして場所なんですが、こちら筒井駅から法隆寺駅までは 5.3 キロ、なんと1時間6分もかかってしまいます。しかも本日はあいにくの天気。まあ頑張るしかないですね。さあ頑張って歩いてきましたが、法隆寺まで約3キロ、体感20分ぐらいしか歩いてないんですけど、意外と近い気がしますね。まっすぐ歩いてきましたら、こちら JR の大和路線ですね、ぶつかりました。ここからはもう簡単ですね。ここに沿っていけば法隆寺駅にはおのずと着くはず。左には路線、右には田んぼ。来た。また追い抜かれたんだけど。イカルガ町入りました。さすがにもうすぐなはず。現在9時50分、ようやく法隆寺駅見えてきました。右に行くと法隆寺で、まあ、後ほど行くんですけど、法隆寺駅の近くにね、まずポケフタありますので、そちら向かいます。やりました、着きました、法隆寺駅。ちょうどね、 JR 列車も到着ということで、いやー疲れた。それではまず1箇所目のポケフタ見に行ってみたいと思います。場所としてはこちら北口からここですね。こちら翔太くんとバオッキーのマンホール。バオッキーはポケモン人気高いんでね、非常にファンの方もいっぱいいるんじゃないでしょうか。それでは写真撮りたいと思います。はい、非常に良かったんじゃないでしょうか。さすが世界遺産の街イカルガ町。法隆寺駅の近くにあるポケフタ全部5箇所なんですが、次はですね、リラクゼーションカフェシャンルールールの近くにあるポケフタで、ここから450メートル、約6分近いですね。こちら中央信用金庫法隆寺支店なんですけども、この辺だと思います。ここかな。あ、ありましたね。こちら斑鳩町東公民館の入り口にありました。またつぼみとガーディのマンホール。奈良県は上都地方でいうと吉野シティがモデルと言われているので、またつぼみの塔があるまたつぼみですね。それでは写真撮ってみたいと思います。かっこよくないですか、色違いシャドウガーディ、自慢でした。次なんですけども、2カ所隣接しておりまして、距離にして350メートル、5分くらいで到着できます。ここからまっすぐ行けば良いです。さあ歩道橋ありまして、多分この辺かと思います。どうだ、ありましたね。え、こういうところにあるんだ、すごい。まず1箇所目、ブビーとチリーンのカラーマホールですね。風鈴が多分有名なんだと思います。曖昧な情報ですいません。それではまず1箇所目写真撮っておきたいと思います。前回伊勢のマンホール取りに行った時、リーシャンでしたね。それはさておき、もう一個のカラーマンホールは道路を挟んで向かい側にあります。それじゃあ歩道橋でね、向こう行こうかなと。渡り終えまして、こちらですね、ありました、日の矢駒敷地下のマンホール。鹿はね、まあ、言うまでもなくって感じですね。というわけで説明が浅いですが、写真撮っておこうと思います。いやー、こういうパターンで両方撮れるやつあるんすね。それじゃあ次ラストです。このまま法隆寺方面進んでいけばいいんですけど、場所と時間的には 400m5 分くらいと。さあ右手に見えるのが法隆寺、いよいよ最後のポケフタが見えてきます。こっちを進みたい気持ちあるんですけど、ポケフタは多分ですね、こっちの道なんですよね。こちらが斑鳩の里観光案内所。それでポケフタはですね、ありました。ラストを飾るにふさわしい
園庭のポリフェタ。場所としては入り口と言っていいのか出口と言っていいのかちょっと分かんないですけど、存在感はあると思います。それじゃあね、写真撮りたいと思います。園庭かっこいいっすよね。ちなみに来光はですね、大阪に行った時の動画で撮ってますので、ぜひそちらをご覧ください。概要欄に貼っておきます。スイ君なんですけど、まだ実装されてないんですよ、ポケフタで。キンキンにはできると予想してるんですけど、勝手にできたらすぐ行きたいですね。そんなこんなで今日の動画終わってもいいんですけど、まあせっかく法隆寺に来たんで、法隆寺のいい感じのところでエンディング撮ろうかなと思います。というわけで、残念ながら課金しないと五重の塔とかは見れませんでした。今回の旅まとめるとですね、京巡りの切符で法隆寺を目指すのはやめましょう。素直に JR から行った方が全然近いです。今から帰るのめっちゃめんどいですということを伝えたかった。まあド M な方はぜひやってみてください。かき食えばポケフタ見ようよ法隆寺。ありがとうございました。